くみとみかでジャンプアップチョイです。よろしくお願いします。ということでですね、本日は100の質問をやっていきたいと思います。ラスト100ということなのでね、はい、100そうやったもんね、ね、こちらやっていきたいと思います。はい、レッツゴー。それでは第1問、はい、名前は木野村たくみです。なんて呼ばれる？たくみ。誕生日は6月14です。星座は？え、忘れた？双子だ。え血液型は大型。出身は大阪。なんでちゃんと自信持って、あなた、はい、家族構成は、お父さん、お母さん、俺そうですね、はい、ペット飼ってる？ペット飼ってた。お、飼ってた。何飼ってたの？ワンちゃん。あ、ワンちゃん。あんま、あんまって名前。趣味は？趣味、趣味、アニメ鑑賞。特技は？特技はビートボックスちょっとだけできる。3、2、1、どうぞ。イエーイ。ありがとうございます。どんな性格って言われる？性格？性格ポンコツ。ハッピー。おい、何されると怒る？ほくろを触られたら怒る。本当？やめろー。友達めっちゃ多いはず。どんな子供だった？どんな子、やんちゃなハッピーな子だった。やんちゃなハッピーな子ね。長所だと思うところ？長所だと思うところは誰とでも仲良くなれる。まあ確かにね、なんか誰とでも仲いい気はする。確かに。短所だと思うところは？超深く仲良くなれない気がする。浅い関係ってこと？あの、本当にもういろんな人にも浅い関係持って。苦手なものといえば？苦手なもの、ゴーヤがね、やっぱ食べれない。あー、ゴーヤ。将来の夢は？将来の夢は3人で大きくなる。子供の頃の夢は？子供の頃の夢はサッカー選手。おお。チャームポイントは？チャームポイント？エッコボ。コンプレックスは？コンプレックス？うん、顎から。顎出てるの？顎、うん、今ハマっている方は？今期のアニメを、うん、一度ずつ見ていくこと。今までで一番嬉しかったこと？ドラゴンボールの武道館見れた時に最前で。あ、試写会見れたことかな。試写会で。今までで一番辛かったことは？一番辛かった、あの、稲妻イレブンっていうゲームがあったんやけど、ゲームなん？ゲームあったんやけど、いつまにかお母さんにデータ消されてて。はぁ、でもそれ嫌だね。それを言われて全部なくなったってこと？全部なくなってて、もう大号泣した。じゃあ今一番欲しいもの。今一番欲しいもの？ちっちゃい小型カメラみたいな、あの GoPro みたいなさ。それ。好きな食べ物は？好きな食べ物は焼肉かな。嫌いな食べ物は？ナスビとか。あ、ナスビ嫌い。好きな映画？好きな映画？ドロップ。好きなスポーツは？サッカーかな。好きなアニメは？一番、まあ、もう迷うけど、一番好きな中二病でも恋がしたから。好きな漫画は？好きな漫画は、ナルトとか。好きな色？青。好きな季節？秋。好きな数字？6。中途半端。好きな動物？ライオン。好きなアーティスト？ヨネズ君氏。おい、濁したな。好きな曲は？好きな曲？うん、レモン。自分たちの曲で一番好きなのは？全力やる。おお。好きな芸能人は？好きな芸能人？マッケンユー。好きな YouTuber は？ガードマンさん。好きなお菓子は？うわ、ピザポテト。好きなおにぎりの具は？ツナマヨ。好きな焼肉の部位は？タン。好きな服のブランドは？あんまり特になし。今までで一番高かった買い物は？一番高かった買い物、漫画全巻買った、いろいろ。あ、一気買い？一気買いを。一気買い？ワンピースとか。一気買い？ナルトとかを一気買いした。おー、一番高かった買い物。高かったかな。家で一番落ち着く場所は？隅っこ。隅っこ暮らしですね。家の隅っこ。朝起きて一番にすることは？伸び。伸びでしょ。伸び。家に帰って最初にすることは？ストレッチ。コラボしたい YouTuber は？どうしようかな。喋ってんじゃん。はじめしゃちょーとか。
感じ。初めて社長。いけるかな、初めて社長。もう一度この質問聞きたいと思います。どういうこと？49番、コラボして YouTuber は？誰？ウルトラさん。そうです。ぜひよろしく。まだ言いたくないんだこれ俺、うん。YouTube で挑戦したいことは？走る。東京からなんか大阪みたいな。ねえ、バカなの？走る。自転車とかじゃなくて、走るの？走る。一人でやってください。一人でやってください。目指せ登録者何人？10万人。お、10万人頑張りましょう。座右の銘は？精一杯。カラオケのお箱は？カラオケのお箱は、あ、でもあんまり俺も決まってないの。あ、そう。あんまだからいっぱい歌よく。一緒。いろいろ歌う。そうやね、一緒やね、うん。インドア派？アウトドア派？インドア。最近ムカついたことは？最近ムカついたこと？マクドのハンバーガーにピクルスを多めにできるのよ、うん、ピクルス多めでって言って来たの、うん、ピクルス1個しか入ってなかったでも1個入ってんだね、それが多めっていう、はい、かもしんない。似てると言われる芸能人は？似てると言われる芸能人、でもちっちゃい頃は坂口健太郎に似てるって言われてた。へぇ、そんなこと昔ね、昔はですね、うん、昔は。自分を動物に例えると？キツネ。尊敬してる人は？尊敬してる人？ノンスタイルの石田さん。おー、勉強は得意の方？苦手。ズバリ好きな異性のタイプは？自分のことを分かってくれる人かな異性に求める条件は？異性に求める条件、優しい。おー、異性の好きな仕草は？ふとした、うん、ふとした下、ふとした、うん、上目遣い。こういうこと？上まで逆じゃないですか。びっくりした。こっちか。そっちですね。こっちです、うん。異性の好きな服装は？ワンピース、白のワンピースで麦わら帽子。おお、漫画に出てきた。で坂の上にいる。坂の上。漫画で見たんだ。初恋の年齢は、それは叶った？初恋の年齢は、うん、俺は幼稚園。それは叶いましたか？叶ったというか、ね、叶うよね。叶ったというか叶ったの。なんで今ちょっと叶ったよね。叶うよ。もう何それ。じゃあ分からんよ。告白する派？持つ派？待つ派？告白するね。お、年上と年下どっちが好き？年上。今まで告白された回数は？分かんないけど6ぐらいじゃない？強いて言うなら何フェチ？強いて言うなら、うん、匂いとか。何歳で結婚したい？32。子供ができたら名前何にする？うわ、サブロー。生まれ変わったら何になりたい？鳥。一日だけ異性になったら何をする？男を誘惑する。あ、女になって。女になって。うわ、悪いわ。無人島に何か持っていくなら？俺何持っていくって。次。日本語大丈夫？世界転生するならどの世界がいい？ジュラシックワールドかな。1ヶ月休みになったら何をする？1ヶ月休みだったら、うん、マジで海外行って、うん、一人でゆっくり降りたいから。海外、わざわざ海外もできる人世界わっ、浜立つのに1億円あったら何をする？1億円あったら、うん、半分は寄付しようよ、どっかに。半分も寄付するの？うん、で、あとは地道に暮らす。まあその5000万で地味に暮らせるもんね。も登録者数10万人いったら何をしたい？それこそイベントしたくない？10万人で、ね、10万人で100万人いったら何したい？100万人いったらなんかファンの人たちと歌作りたい。100万人のみんなと MV ジャンプアップジョイの活動を始めて良かったこと。良かったこと、うん、少しだけ大人になりました。どこが？おい、老けたってことかな。おい、あ、じゃあ逆に一番きつかったことは？一番きつかったこと？うん、なんだろう、あんまりそんなにない。プラスだ。 YouTube 始めてよかったこと。知名度が上がったね。あ、そうね、みんなの、ね、うん、YouTube 始めて変わったこと。変わったこと？なんか誰かに似てるって言われることが。おー、言われること多かった。嬉しいね、それは。そう、ハンドクラップから。全国どこでライブするのが好き？地元から大阪かな、まずは。大阪、うん、どんなグループにしたい？どんなグループ？はい、老若男女なグループですね。うちらを老若男女老若男女に愛されるグループ。愛されるグループね。ライブ中はここを見てほしい。歌。はい、リンカの第一印象は？第一印象は、すごいなんかもうわーって感じたね。パワフル。
ザー強そうってことザーですけど、ザーサラの第一印象は、サラの第一印象はめっちゃ優しい人だった。わーそうなの、めっちゃ優しかったの。めっちゃ優しい人だったよ最初は。優しかったのよそう、それは自分でも自覚で、そう、優しかった。最初はすごくね、親切でね、優しい子だったの私。そうそうそう、リンカに直してほしいところは、あ、直してほしい、聞きたい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 。気が強すぎて、あの自分が言ったことをねじ曲げられたら、あのちょっと拗ねる。私がリアルです。さらに直してほしいところは？聞きたい。さらに直してほしいところは、あの多分切れるポイントが分かんないっていう。リンカの尊敬できるところは？尊敬できることは芯がぶれないところかな。おお、ありがとう。さらの尊敬できるところは？さらの尊敬できるところは何言われても耐えれる精神。いやそれは本当だ、ね。本当にそう。メンバーの暴露話ある？メンバーの暴露話聞きたい。全部ないと思う。暴露話、実は女子2人は何メンバーに隠していること。メンバー隠していること実はおでこがちょっとハゲてきました。え？あ、本当だ。そうやってんだから。ない。あるわ。あったか今。ジャンプアップジョイの中で自分は何担当？誰？YouTube の視聴者に一言。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。はい、ファンに一言。ファンに一言。いつも応援本当にありがとうございます。リンカに一言。休んでください。さらに一言。ちょっとあの黒くなるのやめてください。そうです。すみません。自分に一言。もうちょい2年後強くなっててください。強い男になってますように。ヘタレちゃん当時ありませんように。最後に一言。本日は見ていただきありがとうございました。これからも3人ともよろしくお願いします。チチ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 終了でございます。ごめん、一つだけちょっと聞いていいですか？あの97番のリンカに一言痩せてくださいとは、3、4年くらいの付き合いなんですけど、ずっとね、はい、分かった、私痩せるわ、1ヶ月経ったら。とりあえずまた1ヶ月経って、あ、見とる。それが3、4年も続いてるんですね。これは、それをロザのループ、永遠ループということで、今回はね、100の質問でした。見てくれてありがとうございました。ありがとう。チャンネル登録、そしてコメントと高評価もお忘れずによろしくお願いします。お願いします。それでは以上、ジャンプアップジョイでした。バイバイ。ありがとう。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。あのね、この動画ね、1万回再生いかないので僕クリアになっちゃうので、ぜひぜひ皆さん、あの再生、あとコメントよろしくお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録も絶対お願いします。それではまたお会いしましょう。